初めての書き初めをやりたいと思います。頑張れー。でお姉様はねもうね先にやって終わっちゃったので先輩として指導をしていただきたいと思います。まあまあちょっとね編集しなきゃいけないのでちょっとこの場は2人にお任せして。はい、言っていいですか。はい、私学年の中でも下手な方です。はい、分かっております。分かっております。下手な方なんですけど。はい、分かっております。エミの方が下手だから同じのサーデの動画見てみ、マジでやばいからめっちゃ下手くそだよね。下手くそだよね、うん、夏だっけ。夏もやったね。だよね。もうマジでやばいから。どっちだっけ。どっちだっけ。そこもわかんないの。え、こっちつるつる。つるつる。どっち。でもね、リミにどっちでもいいって言われてるから。こっち。ジャラジャラに書きやすかったらジャラジャラでもいいんだから。こっち。あれ欲しい。あれって、はい、これ、なんて言うと思う。分岐。なんか分岐って言いました。まあ、始まりますか、ついに。え、見本ないの。あの見本持ってこなくちゃ。見本なしで書けないでしょ、さすがに。はい、お手本来ました。え、逆じゃない。もう大丈夫。はい、朝日ですね。りみちゃんは3年生だから。はい、じゃあ書けるかな。で、りみさっきさ、どっちが表でどっちが裏か分かって。え、半紙。半紙じゃないこれ。うん、マジ。私がやってあげた。はい、じゃありみちゃん書きましょう。とりあえず10最低10枚は書かないといけないんだよ。頑張れ。頑張よ。とりあえず書いてみようか。おじいちゃん大好きで。そっか、リミは左利きだもんね。左手で書くのか。そうだよ。よー、頑張れ。なんでよー。でも学校でさ、2回ぐらい練習してんでしょ。最後の日はちょっとお熱で休んじゃったけど。なんか熱出たんだもんね、リミ。そう。行くで。おう。いいんじゃない？いいんじゃない？でもなんかしーちゃんの時より上手い気がするよ。しーちゃんもなんか筆はぺちゃーんって書けるよ。もうなんか見ててまた筆立ててとかすごい言われてたよね。ずっと言われてた私。うん、ずっとママにさ、ママどうして筆が立てられないのかな。そう、すぐなんかぺちゃん、すごいな、でもぺちゃーんって本当にもう水平かっていうぐらい。細いしさ、しーちゃん。リミの方がダイナミックじゃない。ダイナミック。ずっとさ、筆立てろとかさ、ちょ、細いよ、細いさ、か細いな、もうほんとヒロヒロヒロっとした字だったよね、しーちゃんの時。リミちゃんなんか結構ダイナミック。ダイナミックだね。ダイナミックの方がいいんだよ、十字は。え、そっち。そっち逆じゃね。まあ、いや、左利きあるある。あ、そうか、左利きあるあるだね、リミ。でもちょっと書き順違うよ、左から書きづらいかもしれないけど。左からこうだから。そうだね、やりづらい。やりづらいね。そうだよ、やりづらいね。でもね、でもしょうがない、しょうがない。左利きある。ちょっと火がね、真四角になっちゃったけどね。長方形だもん。でもなんか初めてにしてはいいんじゃないですか。いいと思う。もうちょっと筆を丁寧にさ、押さえたりとかさして、そのポソポソバサバサ感があるからね。うんうん、そこだけ直せばいい気がするよ。あと紙をちょっとさ、ちゃんと3等分に折ってもいいかもね、字の感覚をさね。そしたら3等分に綺麗になるかもよ。ある。うん、じゃあ姉、あとは任せた。ママちょっと編集する。私何すればいいの。ここ10枚書くんだって。おる。
それじゃ、どっかして。え、待って、床が汚れる。自分でさ、水分子持ってくればいいじゃん。少しは動いたら。はい、どうぞ。ほっ、エミ、床を絶対汚さないでね。優しくしたら、さっき名前の時に超細かった。あれぐらい優しくだけど太く、優しくふわっと乗せて、でふわっていく。そう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 。ほら、ちょっと緩くない？この線にさ、3の位置のさ、この線あるじゃん。これでしょ。この線でこの線でしょ。位置行ってみ。いや、もう嫌だ。そのために線、そのために折って線引いたのでしょ。嫌だ。もっと優しく、またけばってする。あと、筆ねじるとそうなるよ。ほら、ねじってるでしょ。で、ねじるとそうなるよ。嫌だ。嫌だじゃなくてさ。最初優しく置いてさ、強くなるんだよ。ちょっと、大丈夫？これ見てどう思う？大きさ的に。タイの自分に見つけないと。切ったらもう使えないよりみ。切った時点でおしまい。でも練習にはいいんじゃない？まさか切ると。初めてこの切ってしたんでさ。実写やろ。いいじゃん、うまっ。いいじゃん。いいさ、もっとさ、しかも長方形にするんだよ。な、一番重くない？これが。確かに。じゃあ、リミって書いてみたら、この並びが。まるまるリミって書いてみたら。はい、じゃあリミちゃん完成です。ちょっと名前のところは写せないんで見づらいんですけど、ピロリ。あ、でもいいんじゃないの。はい、私は片付けもあるんだよ、これの。二人で仲良く片付け、二人で仲良く片付けなさい、リミ。だる。ん、あなたがだから習字をやりたくないの。リミ、小振りだけやる。大筆もらいなさい、リミちゃん。私片付けるから。リミちゃんが一応分担して片付けてください。私でここ自分とか片付けよ、リミ筆は片付けてね。はい、はい、今日は何気にお揃いですね、洋服が。
そうなの。あれ仲良しですか。いや、リミはさ、あ、死んでいけい。あ、リミお揃いが良くなったって言ったから。久々にね。いいんじゃない、お揃いで。でも私、今日今外出るときは服買いようと思って、うん、まあね、そうだよね。はい、じゃあ終わりにしましょう。はい、ということでね、今日は2人揃って習字をやりました。はい、まあね、私は今回動画撮ってないんですけど、はい、まあ出来先って言って出来作を見せたので、はい、まあリミちゃんもね、初めての習字ということで頑張っちゃうじゃないでしょうか。はい、お疲れ様でございました。お疲れ様です。ということで、それではバイバーイ。